はい、どうもゆりです。今回は元凶戦 VS 花見のエクストリーム1と2をですね、星3クリア、低レアキャラと配布残滓のみでクリアできたので、そちらの解説をしていきたいと思います。メンバーはこんな感じになってます。マキさんは現属性3体ミッション用なので使わない形で、前列4体ですねをメインで使っていく形になります。でスキルレベルとはこんな感じです。勝手はしないように。まずはエクストリーム1ですね。で、こちらの動画は後付け実況になっているので、リアルタイムでやっているわけではないですね。で、動画がね、結構耐久編成ではありますので、長くなっちゃいますので、3倍速ぐらいにして流しています。で、まずエクストリーム1の基本的な立ち回りなんですけども、ユーキャも呪力回復。基本は呪力回復と通常のみですね。で、矢がはバフ兼火力枠で、トゲはひたすら防げです。防げと、通常攻撃。スタンは今回ね、一切使わない形になります。で、翔子さんは、回復だけですね。勇気がいるので、防げも、回復もほぼ連発できたりしますので、防げはちょっと30と重いんですけども、翔子さんは20なんで、ほぼ毎ターン打てる状態になってますね。で、必殺が溜まったら、基本は連携必殺。勇気と矢がで、連携必殺の、トゲと翔子さんですね。で、トゲと、翔子さんの連携必殺効果で、トゲは HP 回復なんですけども、翔子さんは呪力回復できるので、トゲとね、翔子さんの呪力、一緒に20回復してくるので、これもありがたいですね。で、基本的な火力。火力は、勇気でね、ちゃんとバフかけて、矢がと、トゲ、めっちゃ火力出してくれるので、トゲなんかね、矜持積んでますんで、防げとか連発することによって、重複？重複もできたりするので、かなり相性がいい感じになってます。バフがね、完全に乗った時とかね、70万とか出ますからね。相当優秀ですよ。火力としても使えますから。で、あれですね。気をつけるポイントは、領域展開ですかね。領域展開中の、花見の火力はね、結構痛いので、必殺を打ってくる前には、しっかり防げて、呪力をね、貯めておいて、そう、防ぎちゃんと打てるようにね、しておかないと、結構本当にね、領域展開自体のダメージはそんな痛くないんですよ。その後の、通常攻撃ですね。おそらく体術の、体じゃないな、術式か。術式のね、通常攻撃がとにかく痛くて、それで結構何回か落とされたりします。完全にね、安定するってわけではないです。慣れればね、安定できるんですけども、最初の方私もね、何回も失敗してたので、結構やり直した感じにはなりますね。ただ、このね、低レアで星3クリアできるっていうことで、どうだろうな、凸もなくてもいけると思うんですよね。基本的に時間がかかるだけなので、無凸でも全然いけるとは思います。一応ね、私全部5凸にはなってるんですけども、ただ時間がかかるってだけで、耐久していけば、クリアできると。今回ターン制限がないので、ケチンズと、誰でしたっけ？エソか。あの時はターン制限あったんですよ。ただ今回ないので、とりあえず耐久さえすれば、星3クリアはできるっていう感じになってますね。星さんとは別にですね、別のミッションでターン制限っていうのはあるんですけども、もらえるものが石30なんですよね。なんであんまり無理しなくても、その星3さえクリアできれば、個人的にはいいかなと思ってます。もちろんね、釘先とか乙骨とかね、持ってたら結構楽にできたりはするんですけども、今回はちょっとね、低レアで、とりあえず3クリアっていう動画になってます。で、次はエクストリーム2ですね。メンバーが、勇気が SR の方に変わって、あれですね。勝手はしな誰いだ？ようトに。ゲを、ナナミに変えた感じですね。
次はこちらでやっていきます。でね、エクストリームの2のですね、火力が本当にやばくてあの普通の勇気じゃねえ、まず耐えれないということで。でね、あのトゲの火ダメ軽減がですね、なぜかなんか反映されてない気がして、軽減を張ってるんですけども、普通に3万ダメージとか、そうなんですよ、溶けてないんですよ。一応回数制限なんですけども、溶けてなくて普通に3万とか食らったりするので、ちょっと無理だなと思って、SR の勇気を採用してます。いやー、めちゃめちゃ優勢ですね。3ターンの持続の、ヒラメ術式ヒラメ軽減ということで、領域展開中のね、通常攻撃もめちゃめちゃ抑えてくれます。はい、ちゃんとね、重複した状態であれば普通にね、一桁のダメージとかになってくれたりねするんで、まあ、ド安定しますね、このパーティーは。でエクストリーム2の立ち回りはですね、とにかく、領域展開前は、磁力を温存しておく。勇気の磁力がね結構枯渇しがちなので、そう、あのね、領域展開中にしっかり術式ヒラメの方を重複しておかないと、とんでもないダメージを食らってしまうので、はい、その間に貯めておいて一気にね、打つと。そう、領域展開されるとね、磁力回復の方がね5になるんで、連発できなくなるんですよ。なので事前に貯めないと、そう、貯めておかないと耐久はね安定しなくなります。で、連携必殺はですね、基本的にはヤガと、ナナミでしっかり火力出していくと。で、勇気は、磁力回復のためだけに連携必殺をします。翔子さんがね、先ほどもお伝えしたように、磁力回復20ありますので、勇気と翔子さんで連携必殺して、回復するという感じですね。うん。あとはそうですね、まあ、勇気。まあね、私ここまで縛ってますけど、こんなね、あの縛りを入れる必要はもちろんないので、なんで残滓とかもね、しっかり全体回復だとかあったりもちろん楽ですし、互いを信じてでしたっけ、あの全体ひらめ経験、私持ってないんですけど、確か 30% 経験ぐらいありますよね、2ターンの間。あとは、勇気ね、呪力回復の残滓持ってる方は、持たせてあげるとよりね、術式ひらめ経験打てるようになりますので、さらに安定するようになりますね。うん。もちろんね、その辺、そのあたりをね、持っていたらより楽にクリアできますし、まあこれでもね、そこそこ安定はしているので、なくても全然問題はないですね。うん。で、今回ね、レベル100と、103か、とグレード10が解放されましたけども、まあグレードもね、10の、既存の素材でできるとこまでしか解放してないですし、まあそのあたりもね、できればさらに楽になるかなとは思います。うん。まあとにかく、花見のね、領域展開中の通常スキルには気をつけていくことが一番大事ですね。そこだけがね、本当に危ないところでありますので、うん、その単体攻撃でね、あの軽減があまり腫れてない時に撃たれちゃうと、普通に即落ちとかね、するレベルで痛いので、しっかり術式ひらめ軽減でね、そこは抑えていくのが一番重要かなと思います。まあ私ね、なんだあれ、スクナの器か、あれ持ってきてるので、まあそのタイミングで打ってもいいですし、まあ1回だけならね、勇気がやられたとしても復活ありますんでまあ保険ですけどね、今回発動してないんで全然安定してたので大丈夫なんですけども、まあ保険としても一応あるという感じですね。うん。もう本当にね、ちょっとずつですけども、ヤガと、ナナミのね攻撃で少しずつ削れていってます。まあヤガにね、あれ採用してますからね、矜持意外と合いますよ。うん。だって通常攻撃体術ですからね。で、バフも持ってるし、そうですね。ちゃんと重複もできますから。意外と相性はいいですね。で、その後のナナミでかなり火力出してくれますね。
で、この花火、体術軽減もひらめき、あれ、術式軽減も、どっちもあるんですよね。そのターンごとにね、変わっていくんですけども、まあそこもね、打つタイミングとか考えれば、もう少しね、ちょっと時短できるのかなとは思います。ちょっと今回はね、私何も考えずにやってたんですけども、うん。まあね、あの前のケチーズとエソよりは、ちょっと優しくなったのかなとは思います。前はね、本当に10ターン制限ありましたから、あれはね、どうしても夜5時をいないとかなり厳しい感じではあったので、まあ、一応ね、できなくはないですけども、できなくはないですけども、本当厳しかったので、今回は耐久さえできれば、あれですね、低レアでも全部ミッションコンプリートできるってことで、まあそのあたりはちょっと優しくなったのかなとは思います。はい、ということで、最後連携必殺で終わりですね。うん。一応ね、時間はかかりますけども、テイレアとね、配布残滓のみで、星3クリアできますので、どうしてもね、クリアできないっていう方はね、こちらを参考にしていただけたらと思います。はい、ということで、本日の動画はここまでになります。ご視聴いただいた皆さん、ありがとうございました。それでは、お疲れ様でした。